どうも、こんにちは。中野あつしです。それでは動画を撮りたいと思います。昨日のロトセブンについて話したいと思います。昨日のロトセブンは30番台が4つか続けて出てて、あれは予想できない。30番台がこう続いて出てるから、ちょっと勇気がいる。ああいう予想の仕方。でも、2回か3回前は20番台が続けて出てるから、またその連続で出る可能性あるかな。ただいつそういう感じで数字が出んのかちょっと難しいねんけど、また多分そういう感じで数字出そうな感じがするな。まあなかなか予想は難しいけど、まあ頑張って、予想、ロト7もロト6もしたいと思います。明日はロト6予想して、ロト7は水曜日に予想したいと思います。いやー、昨日は本当に、あそこまで続いて出られるとなかなか、当選難しいねんけど、まあ頑張って予想したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。